こっちから呼んでおいて、飲み物一つ用意してなくてごめんね。いえ、そんな、ハクさん、戦闘の時とは全然雰囲気が違う、そっちがす。はい。私は、人と話すのが、苦手で。そっかそっか、ならあんまり長居させたら気を使わせちゃうね。あの、間違いでなければ、後をつけてました。まあね、偶然でこんなところ歩かないよね。本音を言うと、悔しかった。ずっと司会なんてやめて部屋にこもっていたかった。だから司会が終わって、無理言って帰らせてもらった時にハクさんたちの姿を見かけて、気づいたらここに立ってた。我ながら馬鹿らしいなって思いながらね。なんで、言ってくれれば、後ろめたい気持ちがあるのに、無理だよ。やっぱり、怒ってる。怒ってる。か、自分の不甲斐なさには随分前から怒ってるけどね。シェインさんは、どうしてあそこまで本気で、戦ったの？夢が叶うと思ったからだよ。夢？本気の白鵬と戦える、そのチャンスがあったから絶対に勝ち上がりたかった。白鵬、つくよみさんのことですよね。うん、実は私はつくよみ白鵬の養子なんだよ。だから白鵬は父親であり、防衛軍の同じ部隊の上司でもあるんだ。養子、ことかちゃんからそんな話聞いたことない。私は白鵬に認められたかった。ここまで強くなったんだって、白鵬のところまで勝ち上がってそれを証明したかった。だから予選から力を調整したりしたんだ。そこまでは良かったんだけど、アランさんの言ったことが、こんな目的があって調整する人もいるんだ。私も聞いていい？ハクさんが頑張った理由。私はメンバーの中で一番弱くて足手まといで、迷惑ばかりかけてたんだ。頑張ろう、って動いても空回り、でもみんなは優しいからとがめもせずにずっと大丈夫って言ってくれる。私はそんな自分が嫌だった。みんなに頼りにされたかったし、守られるだけの存在ではいたくなかった。だから苦手なことも挑戦するようにした。どんなに苦しい訓練だって乗り越えてきたし、これからも乗り越える。だから結果が欲しかった。私は戦える、やれるんだって証明したかった。なるほど、つまりハクさんも誰かのためにここまで頑張ってきたってことなんだね。うん、弱いままではいたくない。なら一緒だね、私も認められたくて、ずっと頑張ってきたから。ハクさん、差し出がましいお願いなのはわかってるのだけどいいかな。なんでしょうか。私のこの思いを預かってはもらえないでしょうか。そしてできればこの思いを3回戦の白鵬戦まで持って行ってほしい。来年、再来年チャンスがあるかもしれない。でも今の私が強かったって証明できるのは私に勝った白さんだけなんです。大丈夫かな？私がシェインさんの思いを継いで。大丈夫、だって白さんは私に勝ったんだよ。紹介もされたけど私はベスト8に2回も入ってるほどだよ。世界8強だよ、世界8強。それに、誰かの思いを担うのは最後の力になって白さんの力になってくれる。私はそう信じてる。うん、わかった。シェインさんの目標を私が破ったんだもんね。なら責任持ってその思い、3回戦のつくよみさんのところまで持っていくよ。うん、2回戦頑張ってね。私はあなたを応援してるから。それじゃあ私は帰るよ。その汗、大会終わって間もないのに次の訓練をしてたんでしょう。時間を取らせて悪かったね。あの、もしよければ明日、訓練相手になってくれませんか。私で役に立つのかな。うん、それにきっとシェインさんも得れるものがあるよ。それはきっとシェインさんの目標に近づくきっかけになるよ。そっか、ならお言葉に甘えて明日お邪魔するね。うん、よろしくお願いします。シェインさんの思いを背負う。そっか、そういう考え方があるんだね。私ずっと罪悪感でいっぱいだったけど。よし、頑張るぞ。予選抜けて、格上に勝てて、少しは成長したと思っていたんだけどな。いやいや、欲張りすぎだろ。むしろこの俺が本戦出場しただけでもすげえよな。多分俺の知り合いのほとんどが勝ち上がったから余計な劣等感を感じるんだろうな。それにろ過の時も力不足だった。俺はまだ未熟なんだ。気持ち悪いな、こんなところで一人で立ってんなよ。中華、お前も泊まりかよ。当たり前だろ、一応怪我してんだから。それにここに泊まれば金がかからないしな。東京の宿泊費は高いからな、その気持ちはわかる。で、何を受けてたんだ。一人反省会してんだよ。ああ、初手から流れ全部持ってかれて何もできずに負けたもんな。間違いなく作戦負けだぜ。相手もお前を警戒してたしな。わかってるさ、だからこそ反省会してんだよ。バーカ。反省するところがどこにあんだよ。相手が上手だった、それだけじゃん。互いの作戦なんてじゃんけんみたいなもんだ。負けたらとことん後手になる。それで格下に負けることだってある。俺もお前もそれは実感してんじゃないのか。うっせ。お前は予選で情報を出しすぎた。それに加え、作戦で負けて、能力も対策されていた。敗因はそこであって、お前の落ち度じゃない？割り切れよ。
なんだ、慰めか、それともアドバイスか。ああ、悩んでも仕方ないところで悩むめめしい奴が目の前にいるんだ。鬱陶しくてアドバイスの一つもしたくなるわ。どうしても反省したいなら、これからの2回戦以降の試合全部見ろ。お前に足りないのは戦闘の経験だ。わかったか。ああ、素直に聞いておくよ。たくよ、お前と話したせいで甲羅がぬるくなったじゃねえかよ。夏なめんなよ。買い直したんだから文句言うなよ。そういえばあさってあのつくよみだな。どうだ、心境は。まあ、どこまで通用するかだよな。それ以外にねえよ。通用しなかったら今日のお前と同じように瞬殺さ。結構軽いのな。当たり前だろ、俺は挑戦者だぜ。なんで緊張する必要があるんだよ。むしろ逆だ、プレッシャーを感じるのは常に上の連中だ。下から来る勢力にビビる。もしかしたらそこをつけば一撃くらいは入るかもしれねえな。そんな簡単にいくか。お前の攻撃がビビるに値しなかったらどうしようもないぞ。その時は力不足を認めるだけさ。悩むところじゃねえわ。うはぁ。おいおい投げんなよ。くぼ、ちゃんと穴に入ってやがる。おい、お前の知り合いで治療が得意なやついるか。どの程度の怪我にもよるな。片目損傷だ、爆破してるからな。治すとかの次元では無理だな。そうか、なら桜花でも無理だな。ならパトの方がいいかもな。パト、駅で会った女を大勢連れてたやつか。ああ、その中にとんでもない治療師がいる。俺の大会後の手足欠損を瞬時に治したのもその子だ。なるほど、なら要、明日そのパトのところに連れて行ってくれないか。ヘルナも捕まえておく。やっぱりヘルナ選手か、どうしたんだ。俺のせいで後遺症なんて残させたくねえんだよ。せっかく綺麗な顔してんのにさ。そうかい、ならパトに連絡しておくわ。感謝する、じゃあお前もいつまでも考えてねえで、さっさと寝ろよ。ああ、そうするさ。やっぱり無理か。あいつ変な技術持ってんな。さて、パトに電話してみるか。起きてるか、あいつ。よくもうちをいじめたな。絶対に許さへん。こっから血の海や、ザマーミー、バーカ。寝てよそうな、鬼ロリ。運のええやつやで、刺される前に起きるなんてな。耳元であんだけ騒いだら嫌でも起きるわ。バカだろ、お前バカだろ。というかどうやって室内に入ってきた。鍵かかってただろ。白いメイドさんが鍵開けてくれたんや。なんだと。未成年暴行様、おはようございます。おはようございます、じゃないよ。殺されそうになってるのを何もなかったような顔で見てんじゃないわよ。止めなさいよ。私の勤務にそのような項目はありませんので。仕事に忠実、でも仕事できてないポンコツ。なんですか、まったく。自分の従属くらい自分で教育してくださいよ。従属、俺この鬼ロリと契約なんてしてないよ。してますよ、だって鬼族との契約は討伐することなんですから。マジで、なら俺を普通に殺しに来るこの鬼ロリの面倒見ないといけないの。というかこの鬼ロリいつまで歯を向けてくんの。いい加減諦めろよ。そうか、従属ってどこまで俺は面倒見ないといけないの。基本になくていいですよ。ですがその子調べたら家も何も買える場所もなくなったので、このまま放置しているとかなり残酷な目に遭いますね。え、なんで、戦った場所が領地って言ってたじゃん。あんた浸ってた場所だけ私の最後の領地だったんや。はぁ、そんなもんないに等しいだろ。鬼は領地内にいるときは襲ったらあかんってルールがあるんや。大事な安全地帯やったんや。ちなみに領地外なら寝ていても襲い殺害するのも合法となっています。戦闘民族ですからね。基本脳筋思考なんですよ、鬼族は。ああ、つまりこのまま返したら。すみますね、領地もなくなりましたし。仕方ない、なら俺が面倒見るしかないか。ほら、決まったのならご食事の準備を今から始めますので起きてください。今からかい、できてないんかい。私も今起きたのですから無理に決まってるでしょう。バカなんですか。鬼ロリ、じゃない。名前は冬草耳、仲裁や。そっか、とりあえずどうするか相談するから一緒に現実世界に来てくれ。しゃあない、見るなり焼くなり好きに。嘘や、優しくして甘やかして痛い思いはさせんといて。ずうずうしいな、別に痛い思いさせる気ないから安心しろ。でも耳も猫に多そうな。自分がやられたら嫌だろ。う、それ言われたら言い返せん。言い返そうとすんな、受け入れろ。ん、怒鳴らんといて。昨日とは全然イメージ違うな、本当。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。
気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。